メルギム・ムスタフェ・マフライは、ドイツヘス選手ハーナウ出身のアルバニア人、サッカー選手、アルバニア代表、SPVGG グロイターフィルト所属。ポジションはディフェンダー。西ドイツのハーナウにて、コソボ出身の両親のもとに生まれた。1996年からプレーを始め、いくつかのユースチームを渡り歩いた後、2004年に SV ダルムシュタット98に入団。 2005から06シーズンより、レギオナルデーが所属のトップチームに昇格し、2006年3月の SC プフレンドルフ戦でトップチームデビュー。2007年8月、35万ユーロで VFL 防風に移籍。2011年1月、20万ユーロで SPVGG グロイターフィルトに移籍。2014年5月、1FC ケルンにフリーで加入。 2016年12月、180万ユーロで、ハンブルガーエース V に移籍。2017から18シーズンより副首相に任命された。2018年9月5日、ギリシャのアリス・テッサロニキに移籍。2019年1月、アリス・テッサロニキとの契約を解除しに、ブンデスリーガの FC インゴルシュタットレイヨンに加入。2019年6月、フルス。 クロイター・フィヨルトに2年契約で復帰。ありがとうございます。